僕たちの夢は全国制覇。ソフトテニス中村優美、林純希。エール輝け和歌山の若きアスリートたち。今回は中村優美選手、林純希選手。小学2年からペアを組み、今年7月に開催された近畿小学生選手権ソフトテニス大会にペアで挑み、個人団体戦で見事優勝。コロナ禍での日々を戦い抜く両選手の思いとは。近畿大会って相当大きな大会で、優勝したいって昔から思ってて、でやっと優勝できたのでよかったです。ちっちゃい頃からテニスしてて、大きい大会なかなか出れなくて県大会止まりで、近畿大会に出れるだけでも嬉しいし、しかも1位になれたので良かったです。毎日練習行って同じこと言われてるけど、それをだんだん積み重ねていってやればできるって言われてます。2人で協力して試合に挑んで勝つこととか、決勝トーナメントとかになってきたら、だんだん2人とも強気になってくるので、そこは2人として協力プレーがいいと思います。強い人がいっぱい集まって、その中で試合ができて嬉しかったし、最後まで試合できたので良かったです。決勝で取ったり取られたりの競り合いでしたが、最終的に自分たちの流れに持っていって勝てたので嬉しかったです。全国で強いとこはいっぱいいて、自分らは年上の子らに負けていたから、強い選手になって、で上の子にでも勝てるようにしたいです。一人だけじゃなくて二人でプレーできて協力してできるとこです。ずっと小さい頃から組んでいて、上に行くときに絶対一緒に組んで勝っていって、めっちゃ大切な存在です。中村君もクラブの監督さんに相談して、一回組んでみませんかということがきっかけで組み始めました。やっぱり二人とも負けず嫌いなんで、勝ちたいっていう思いで大会に合わせて集中してるんだと思います。と自分で何でもできるようにしようと思って指導はしてるんで、でそれもテニスに生きて自分で考えて戦略を立てれるのかなと思っています。近畿大会の時には2人とも個人戦も団体戦も一個も負けなかったんで、それはものすごい力がある子たちやなと思います。近いところではやっぱり夏に全国大会が中止になったんで、その大会大会が11月にあるんで、そこで優勝できるように頑張ってもらいたいです。まあ、2人共通してやっぱり日本の代表になれるような選手になってもらえたら嬉しいと思います。今後の目標は全国大会で優勝することです。将来の目標は違う国とかに行って日本の代表で優勝することです。全国大会とか優勝もしたいですけれど、やっぱり強いペアに勝ったり、負けたことのあるペアに勝つことが、ね、近い目標です。全国でナンバーワンを争うぐらいのソフトテニスプレーヤーになりたいです。